はい、皆さん、毎度毎度。MOTO さんのね、コメントね。今日もまた続くね。略して MO さんでいいね、もうね。M さんじゃちょっと足んねえかな。MO さんでね。でね、MO さんのコメントね。ちょっと言葉をね、上品に書き換えてます、自分の方で。で、一回消して、ね。自分が書き直してる MO さんのね、コメントをね。おばちゃんブローのやり方。ね。本がねえのにね、そういう客が来るってね。まあ、普通に来るよね。 ま、自分もね、不器用だったからね。おばちゃんブローのさ、カットがどうのこうの言う前に、おばちゃんカットだよね。ボリュームを出すカットだからね。うちのお店に来るね、お、あの、よそで切られたおばちゃんカットを、若い人みたいに切られてて、ボリュームが出ないカットされてるよね。おばちゃんブローはさ、基本ボリューム出すのが、主だからね。まあ、年齢にもよるけどね、おばちゃんって何歳のことだかわかんないけどね。マダムなのかね。ご年配なのかね。 60代、80代なのかね。5年配になるとさ、顔がさ、ひし形になる角張ってくるでしょ骨っぽくなってくるんでしょで、それカバーするために柔らかく膨らんだ頭をブローで作るってことそれにやっぱりカットの長さもあるよね。やっぱりボリューム出しやすい長さと、やっぱりボリューム出しやすいパーマで今はさ、美容雑誌なんかはさ、小手だ、アイロンだ。まあね、ブローなんかあんまりやらんでしょ まあ、ストレートにブローするぐらいはあるかもしんないけど、ロールブラシねえ。ロールブラシの使い方なんか、あんた今、ビューダシーなんかうち買ってねえよ。まあ、あっても、大したこと書いてねえだろうな。<laughs> で、ブローブラシがさ、滑るんだ。最近、アンチスリップスプレー、あれ塗ってからさ、全然良くなったけどね、滑らなくなってね。まあ、このスプレーだね。これを、やっぱりいいね、滑り止めになったね。 とにかくね、手が滑ってね、使いにくい、ロールブラシがね。で、特にさ、右側やるのに左手で持つじゃないあれは自分も無理だね。未だにもう右手でやってる。左手はもう、使わない。左手はロールブラシ持たない、最近は。で、男はさ、背が高いからさ、右手でさ、右側をさ、ブローできるよな。女性はね、背が低いと、それができないんだよね。でやっぱりもう、 左手使うしかダメなんで、ロールブラシ左手で使う以外できないっていう場合があるんでね。だから左手、女性の方が左手でロールブラシやるの上手い人多いんじゃねえか男はさ、そんな左手に使うなんて茨の道通らなくても、右手でさ、あの逆ハンドなんつうのこのやり方ね。それ後でちょっと動画作るか。それはそれでね。本店のカタログ見ながらね、随分思い詰めた時期、時期がありました。まあ悩むよなでも、 まあ、とそれを通り越えて、海岸したんかね。まあ、これから若い人はね、お、おばちゃんブローとかさ、おばちゃんカットこれはね、コツなんだよ。コツが分かってない人がカットしたおばちゃんの頭とか、コツが分かってない人がかけたおばちゃんパーマの頭をブローするってうのは、非常にね、大変。逆けたてでスプレーかければなんとかなるかもしれないけど、ブローだけじゃ厳しいってい場合あんじゃねえかな。 なんでもね、コツなんだよね。はい、お疲れ様でした。